はい、5月10日金曜日、今日は40回目の脱原発盛岡金曜デモです。すっかり日が長くなりまして、今6時18分になるんですが、こんなに明るいですね。ついこの間まではこの時間もう真っ暗だったんですけども、やっと春になりました。今映してますのは5月1日に中継を入れたんですが、盛岡市にある天然記念物の石割桜です。まだ桜が花が残っています。もうほとんど葉桜ですけども、せっかくなのでお送りしつつデモ中継につなぎたいと思います。ここはですね、盛岡市内の、ほぼ中心にあります、盛岡地方裁判所です。地方裁判所の前にこの石割桜があるんですけれども、ゴールデンウィークの頃がちょうど満開で、お客様が、遠くからいらしたお客様もたくさんここ桜を見にいらしてました。ちょっとゴールデンウィークがすごく寒くて雨も降ってましたので、せっかく遠方からお越しくださった方残念だったんですけども、ゴールデンウィークが明けたらようやく気温が上がって暖かくなりまして、今ぐらい今日ぐらい晴れていたらゴールデンウィークいらした方なんかは本当に絶好のお花見日和だったと思うんですが、ちょっと残念でした。ここの盛岡石割桜の天然記念物の指定は大正12年の3月7日だそうです。今日は盛岡ちょっと風が結構強くてですね、とてもいい天気だったんですが、風ですっかり花びらがもう散ってしまっています。散ってるところもなかなか綺麗なんですけどね、ちょっと寂しいですね。